雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話、荒木健太郎のですね、ついにこの本、昨日僕もらっちゃいました。いやー本当に実際にこれ手に取ってみるとですね、これあのカバーがすごい綺麗なカバー、いい紙で使っててですね、ちょっとこれいい本です、これマジで。もうね、うちはなんであんまりこういうこと言っても説得力ないかもしれないですけど、まあ、全部で300ページもあるんですけど、これは本当にじっくり読んでも楽しいですし、さらっとね、このこういうですね、全ての図がこういうイラストばっかりなんですけど、このイラストだけをひたすら追っかけてっても僕いいと思います。要するにイラストで吹き出しがついてるんですよね。んでこの吹き出しを読んでるだけでとりあえずは全然いいんじゃないですかねって思いましたね。で本当にあ、もうちょっと読みたいなと思ったら本文読むみたいな、そういう順番でも全然いいと。いや、まあ、もともとそういうのを目指してたところもあるんですけど、本当にそれがこんな完成度でできる本になってるっていうのは、やっぱりちょっと改めて実物手に取ってみて、僕は今ちょっと本当に感動してますね。でですね、昨日ちょっといろんな人と、まあ、荒木さんとの対談っていう動画をですね撮ってたんですけど、ちょっとリンクつけとくんで、自分もこのカテゴリーに近いかなと思ったらその動画ちょっと見てみてほしいんですけど、それぞれ短いんでね。で、昨日初めてお会いした桜井由香さんってですね、モデル、雑誌モデルとかですね、そういうのをやってらっしゃる、まあ、すごい綺麗な方 でそんな人がですね、中学の同級生にいて、まあ本当にもう腹立たしいぐらい荒研の周りの人脈っていうのは、人脈って言ったらですけど、周りには本当にいい人ばっかりがいてですね、でまあ彼女も来てて、で彼女はそのこの本もちろん読んでるんですけど、気象学は全然もう未体験ですと。だけど空とか雲を見上げてそれを写真に撮ったりするのがすごい好きなんですと。そういう人っていっぱいいると思うんですよね。でそういう人に対してはどういうふうに読んだらいいですよっていうのをですね、マーラケンとそのゆかさん2人で対談してるっていう動画ですね。いや本当面白くて、まあ、ゆかさんすごいそのちょっと天然入ってるような感じの人で、それをまあ荒研がですね、やり取りしながらちょっとうろたらいつつともですね、すっごい楽しい感じで、で僕が収録見てたんですけど、収録中だから声出しちゃいけないですよ、ね、つまり笑っちゃいけないんですけど、笑っちゃいけないと思うともうすっきりおかしくて余計笑っちゃうみたいな感じのですね、もう本当見てるのが辛いっていうぐらい面白かったですね。で桜井さん、それからあと塩田美奈子さんってですね、千歳の空港の方ですね、現場で、働いてらっしゃる方が、まあ、気象業務に関わってるんですけど、まあ、研究者ではないと。で、まあ、なかなかその日々の、シフトっていうんですかね、夜勤もありますし、そういう勉強する時間っていうのは、ね、日々の業務だとなかなかないんですけど、でも実際にはやっぱりこういうところの知識っていうのが求められる、そういう質問であるとか問い合わせであるとかっていうのを受け付ける業務なんですね。でそういうのをやってらっしゃる方っていうのが、まあ、全国にものすごいいっぱいいらっしゃるわけですけど、そういう国とか自治体とか民間会社でもそういう業務を現場でやってらっしゃる方にとってはどういうこの本の生かし方があるかっていうのをですね、塩田美奈子さんと荒研の対談っていうのをですねやってまして、それもまあ、僕としてはですね、そういうふうな人が実際に日々の僕らの生活を支えてくれてるから、僕らはまあ意識しないでね、普通に生活できてるっていうところもたくさんあるんですよね。でも本当にやっぱりそういう現場の方々が夜勤とかいろいろ辛い中で、それでもまあその仕事が好きでやってるということをですね、感じましたし、でその上でやっぱりその業務がよりですね楽しく楽に、そしてもっと質の高いものになるためにやっぱりこういう本があってほしかったという話が聞けた時はですね、やっぱ本当それも感動しましたね。
で、3人目が佐々木京子さん、あの、まあ、気象予報士で講座も作ってますし、まあ、自らもですね、あのコンサルタントというか、あの、まあ、会社とかに気象情報、あの高速道路とかですね、そういったところにより細かい気象情報を必要としているところに、情報を出している気象予報士なんですけど、まあ、彼女も要するに教えてる生徒さんの視点からしてみればどこでつまずくかっていうところを、まあ、よく一番苦労してきたわけですけど、まあ、そういう人に対して、いやまさにここだというところを話して、それをクリアするための本としてもこれ最高ですって、まあ、それは本当に、まあ、彼女もこの本を作る上で一番コミットしてた一人なんで、それはもう本当にですね、やっぱりそこを超えるっていうのは楽しさがどれだけ盛り込めるかなんですよね。でそれが本当によく出てて、で、まあ、佐々木さんとの会話だと思ってこの本の中身を読んでいくとまた違った楽しみ方があるなっていう気もしますね。で、あと最後に僕もちょっとアラケンと2人で対談取らせてもらったんですけど、僕はですね、野生の研究者の人だから、まあ気象学に限らないですけど、気象でもいいですし気候でもいいですし海でも何でもいいです、まあ自然科学全般、まあもっと研究って言うといろんなことにあるかもしれませんけど、野生の研究者、要するに職業じゃなくてライフスタイルとして見ると誰しも研究をなんかこだわり持ってやってるところってあると思うんですけど、まあそういったところ、そういった人たちともっとつながっていきたいと。でそのためにだから気象学を学ぶためじゃなくてもいいですよ。研究者と研究者がつながっていくため の, きっかけとしてこういう本があってもいいんじゃないかなっていう見方もできると思うんですね。でそういう話をですね、まあ、この本ができていく過程で、まあ、今までも何回も言ってきましたけど、荒木が何回も脱皮を繰り返してこの本ができていくわけですけど、まあ、その時にどういう出会いがあってどういうつながりがあって、そんな話をですね、振り返りながら、もっと先までつながっていってほしいなっていうことをですね話してきました。ということでですね、まあ、動画のリンクつけてきますんで、それぞれこれ自分にの立場として当てはまりそうだなと思うものがあったらぜひ見てみてください。